ヤコブレフ約マイナス40ボルガドニエプル航空の約マイナス40約マイナス40はソ連のヤコブレフ設計局がリスの増える I-2 などが就航していたローカル路線のジェット化を目指して開発、製造した短距離用3発ジェット旅客機である。ボーイング727のように3つのエンジンを機体後部に設置したリアジェットレイアウトでしかも主翼が 直線翼のためにターボプロップ機並みの巡航速度しか出ない。しかし、30席クラスと小型の地域路線、しかも不整地のローカル空港からのエストール離着陸を考慮した高性能機体であったため、燃費や騒音を気にしない東側諸国の多くの航空会社で運用され、1976年の生産終了までに旅客型としておよそ800機が生産された。 なお、各種の軍事用機体もあるほか大型化して、ほとんど新設計となった、約マイナス42もある。設備が整っていない、地方空港への乗り入れを考慮して、後部に引き込み式タラップを備えていて、ボーディングブリッジや、外付けタラップがなくても乗り降りができるようになっている。西側諸国では珍しく、ソ連製約マイナス40を運用した航空会社もあり、 また1978年にはアメリカ合衆国の X エビエーションがソ連の輸出公社 a ビックスポートと西側の電子機器とエンジンをトフマイナス731から3に換装した改良系を X アビア LC-3 としてオハイオ州ヤングストンでライセンス生産する計画があり仮契約をしたが計画は頓挫した日本の航空会社は運用したことはないが ロシアのウラジオストク航空が日本の富山ウラジオストク便に使用していた。日本の国際航空路線では最小のジェット旅客機であったが2010年12月24日をもって運休となった。モーターズイヒエラインズフリート FLYMOTORSICH.com2019 年2月6日閲覧セバースタルエアーカンパニーザエフリート セバースタルアビア RU2019 年2月6日閲覧。アビア 35RU2019 年2月6日閲覧。エライナープライスインデックス。フライトインターナショナル。 183、18 https コロンスラッシュスラッシュ www.flightglobal.com、no、スラッシュ p d f a r c h i v e スラッシュビュースラッシュ1972スラッシュ1972パーセント0 0と2万2 0 2 0 h t m l プレカノーブエスプレイスアビエーションソビットエライナーズ YAK-40 フォルダー12 10、79ジミー、カータープレジデンシャルライブラリーミュージアム。ありがとうございます。